携帯刑事、銭型シリーズ携帯刑事、ザ・ムービーに石川五右衛門一族の陰謀を決闘。ゴルゴダの森銭型家の家系図、携帯刑事、ザ・ムービーに石川五右衛門一族の陰謀を決闘。ゴルゴダの森は2007年の日本映画。2002年より BSTBS で放送されているテレビドラマシリーズ、携帯刑事、銭型シリーズの劇場版作品、第2弾。 警視総監を祖父に持つ IQ180 の女子高生が携帯電話を武器に難事件を解決する刑事ドラマシリーズの劇場版作品第2弾。時系列では携帯刑事銭型雷最終話直後ぐらいであるが話の内容から軽い矛盾がある。なお劇中で雷が四姉妹の長女と言っているので雷シスターズも四姉妹ということが判明した。 主題歌は、小出沙織の、携帯刑事。オフィシャルブックの付属 DVD には、携帯刑事の、プロモーションビデオが収録されている。刑事ドラマ、噂の刑事トミーと、松におけるトミーと松のコンビが、25年ぶりに、復活することになった。また、劇中の小ネタに、前作同様に携帯刑事の新シリーズの役名と、ヒロインキャストの名前のヒントが隠されていた。 2007年3月10日、新宿東亜での公開初日舞台挨拶において、前回同様に、小出沙織の携帯掲示シリーズからの卒業式が行われ、小出はこれまでの苦労を思い出して、歓喜まり号泣した。そして、下方には、前回同様再び解禁賞が授与された。また舞台挨拶スタンプラリーなるものが実施され、初日3カ所とそれ以降の東京を6回分をすべて、 制覇した参加者が5人おり、4月1日に、庭多門アンドリュープロデューサーから、パーフェクト賞の表彰を受けた。岡野刑事が、港区赤坂にある、ゴルゴダの森で失踪。さらに、岡野を探しに行った雷までもが同じく、ゴルゴダの森で失踪してしまう。そこで二人を助けるべく、雷のいとこ、霊と岡野の元相棒である松山が出動。 雷と霊が力を合わせて、大泥棒、石川五右衛門の子孫を名乗る、者たちと対決する。ありがとうございます。